仙台上野山線、仙台上野山線、仙台上野山線は、宮城県仙台市と山形県上野山市を結ぶ高速バスである。上山市から仙台市へ公共交通機関を利用して移動するには、山形市で高速バス、仙台山形線もしくは JR、仙山線に乗り換える必要があった。このため、上山市と上山温泉の関係者が、 利用者の利便性向上を図ろうと、山高バスに直通バス新設の要望を出した。これを受け、山高バスが宮城交通と共同で仙台上野山線の運行を開始した。高速バス仙台山形線と同様に仙台への通勤・通学の足としてのほか、上山温泉への観光路線としても利用されている。なお、山高バス便にのみ欠か,かし、丸の愛称がついている。 県庁市役所前から、仙台駅前、広瀬通一番町山形県庁前から、勝率一丁目芸術工科大学前引く、大学病院口、リナワールド前、近平南上野山駅前上野山温泉、高松葉山温泉2021年4月1日、現在、ありがとうございます。